かな、なんかあの東山門手屋敷とか中納言かな、そのあたり来ました。ちょっと気になるお寺があるので行ってみましょう。空襲により本土はじめ多くの建物を焼失しましたってあります。山門、大工堂、鐘楼などは焼失を免れと書いてあります。マンションが建ってしまってちょっとなんか変な感じなんですけども、紅葉がちょっと綺麗やなと思ってちょっと来てみました。駐車場はね、あのこの右側ですね、右側の路地入ったところにあります。あのこの石畳があるんですけども、なんかその大空襲、岡山大空襲の時にそのまあ本堂が燃えたんですけど、その本堂のなんか石畳に痕跡が残るみたいなことを書いてました。ちょっと見てみましょう。こういうあれかな、ちょっと分かりにくいんですけど、おそらくこれここの辺がね焼けた跡というか、この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。
ピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。